スタインネガースライダーは、沼ガメか赤耳ガメ属に分類されるカメ。バハマ固有アッシュアメリカ合衆国固有アッシュ。ドミニカ、フランスに入入。ドミニカ共和国、ハイチ北東部最大高潮27.3センチメートル。オスよりもメスの方がやや大型になり、オスは最大高潮21センチメートル。廃校はややドーム状に盛り上がり、第6円館パン周辺で最も幅広くなる。 甲乾板は細長く長方形に近い等脚台形。後部円乾板の外縁はややのこぎり状に尖る。背高の色彩は褐色、緑褐色、灰色一色。左右の小乾板の継ぎ目の長さは、甲長の9から10%。頭部は小型。上顎の先端はわずかにへこみ、二股に分かれる。四肢はやや細い。 側頭部に半門と左右に2本ずつ黄色い筋模様が入る。顎を覆う角質は頭部よりもやや暗色で単行色の縦縞が入る。元足を除いた卵は長径3.8から4.8センチメートル、短径2.2から3.1センチメートル。容体は背後が中央部で最も幅が広い。C 看板にあまり発達しない筋状の盛り上がりがあり。 後部円甲板の突起がより明瞭。成長に伴いキールは消失し、円甲板も突起が消えることはないものの滑らかになる。また、容体は廃校に不鮮明な筋模様。付加後の個体では、あばら甲板に不鮮明な目上半も入るが成長に伴い消失する。さらに復興に臨場の暗色半が入るが、復興の半紋は端や円甲板下部を除いて消失する個体が多い。 オスの生態は全肢の爪が伸長し湾曲する。また多くの個体で黒色化が起こり、全身の色彩が黒や暗褐色になる。背高は幅広い。甲高は、甲調の39から43%。第一、C 甲板の縦幅は、甲調の約17から18%。横幅は、甲調の12から13%。液化看板が、 第五円甲板に接する。左右の胸甲板の継ぎ目の長さは、校長の約17から18%。復興の色彩は、高褐色やオレンジで、暗色の反紋の形状は変異が大きい。粉弹はあまり突出せず、尖らない。頭部や四肢、尾の色彩は、灰色や緑褐色で、側頭部の反紋は、暗赤色。背後は、やや細長い。 第一 C 甲板の縦幅は、校長の約16%。液化甲板が第5円甲板に接しない。マムネ甲板長は、校長の約14%。復興の色彩は黄色で、弱霊個体では、左右対称の暗色の反紋が入るが中央部のチームで接しない。粉炭はやや突き出しとがる。頭部や獅子、尾の色彩は、褐色や、 褐色味の強い緑褐色で、側頭部の半門はピンク色。背後は細長い。高高は、高調の37から39%。第一、C 看板の縦幅は、高調の約17から18%。横幅は、高調の15から16%。液化看板が、第5円看板に接する。マムネ看板長は、高調の 約17から18%。復興の色彩は、黄色やオレンジで、弱冷個体では、左右対称の暗色の反門が入り中央部のシームで接する。亜種ュ明妙ビシカは、近いのいで、暗色の反門が中央部で接することに由来するが、他の亜種でも接することもある。分嘆はやや突き出しとがる。頭部や獅子、尾の色彩は灰色がかった緑褐色で、側頭部の反門は、 ピンク色。属内では、系統解析から、アゴブチクジャ弱ガメと単系統群を形成する説や、ミトコンドリア DNA の解析から、キタンティルスライダー、ジャマイカスライダー、ハイチスライダーと単系統群を形成する説がある。低地にある、水生植物の繁模した流れの緩やかな河川や、地層などに生息するが、寄水域で見られることもある。植生は、 植物食ないし雑食で、昆虫、水生植物などを食べる。成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は乱生。オスは、メスの正面で前足を震わせて求愛し、メスが受け入れると交尾する。元足を除いて4から7月に1回に3から14個の卵を年に1から3回に分けて産む。アシュドミニカスライダーにおいては、 卵は57から79日で孵化する。種小苗ステイニゲリーは、レオンハルトヘスステイジニガラへの懸命で、和名と同義。生息地では、食用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用の捕獲などにより、生息数は減少しているとされる。しかし、個体数の推移に関して、定期的なデータは取られていないため詳細は不明。アシュ。 イナグアスライダーは、分布が限定的で絶滅の危険性が高く、飼育下での繁殖計画が進められている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。元アッシュとアッシュドミニカスライダーの飼育か繁殖個体が稀に流通し、アッシュ、イナグアスライダーは少なくとも日本には輸入されていない。飼育下では人工飼料にも得ずく。ありがとうございます。